ちら我が農園豚のプラセンタ入りのきびだんごです。美しいあなたにぴったり、どうぞお受け取りください。まいちゃんは私ですが、失礼します。ああやっぱりほうじゃほうじゃ、見間違うぐらい美しさじゃ。見間違ったよ。あなたに会いにやってまいりました。今朝の山陽新聞を見て飛んでやってまいりました。わしが美まさかの男爵トロマンジュパンじゃ。本当に言うの？ここにおるじゃろう。ジュパンさん、本当のこと言うと、私、婚約なんてしたくないの。婚約したくない？財産目当てに寄ってくる男たちがあまりにうるさいから、店の婚約発表。わしが財産目当てに婚約などするわけなかろう。何しろわしは、美まさかで、いや、この日本で一番の養豚会社のオーナー。それにわしの一族は家訓で無一文の女性と婚約しなければならないと決まっとるんじゃ。やからあんたはわしと婚約するにあたって全ての財産を放棄してもらわんといけんけ。財産を放棄？なんで私がそんなことを。愛のためなら仕方ないじゃろう。そして二人で仲良く美まさかで楽しく暮らすんじゃ。そう、あんたもその唇のように真っ赤な藁、緑いっぱいの農園、そして白い万華一座豚、白い万華豚、たくさんの豚に囲まれたバラ色、いや、豚色、いや、豚色の人生じゃ。みんな愛の力が
顔を見る目だけには自信があるんじゃ。ちょっと、それは私が無駄だって言いたいの？無理Thank you.